新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、ともやすこんばんは、だいぶ遅くなっちゃいまして申し訳ありませんがやっていきたいと思います。今日はフェスの翼くん、そしてバトルパスの井川隼人くんですね、こちら来てますので見ていきたいと思います。まずは翼くんから見ていきましょう。力属性の OMF 限定の選手ですね。メイン技ダブルアシストフルメタルファントムの S560 威力ということで、まあ葵くんと美咲くんでしたっけ、まあ結構打つのにハードルあるんですけども、560威力ということで、まあ非常に強いシュート技になっております。そしてリバウルターンの S450 威力、グリーンカットパスの S440 威力がついてます。まあドリブルパス、まあこちら最大技じゃないのでつけてあげる必要があるのと、まあワンツーとかも移植する必要がありますね。あとはタックルパスカット、この辺も必要になってくるので、まあ注意してほしいなと思います。特技は渾身の力の C、 スタミナが多いほどパラメータがアップする、最大 10% ですね。チムスキー戦士たちの協力、各属性&3人以上の 28% ですね。 28% チムスキーが来ております。潜在スキル、必殺技強化括弧コンビネーション技、コンビネーション技の必殺技威力プラス 10%、 これ強いですね。スタミナ消費量減少、必殺技使用時のスタミナ消費量マイナス 30%、 これもかなり強力ですね。そしてパラメーターダウン耐性、自分に対するパラメータ低下効果を 30% 軽減、これも超強力ですね。そして封印無効化2つまでということで、これもかなりいいスキルですね。ということで、かなりいい潜在スキルがついております。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チムスキ75、バフ60で見ていきます。スタミナが1552ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきましょう。コンビネーション技に関しては必殺技威力 10% アップですね。まずは渾身の力初段乗ったところ見ていきましょうか。渾身の力初段で520威力、こちらのドリブル技使ってあげると387,000ですね。まあ十分高い数値かなと思います。まあナットレーザーの全力全開なしの数値と同じぐらいといったところですかね。そしてパスですね、455威力のパスで389,000、まあこれも非常に高い数字になっております。まあ美咲くんのバイタルエリアでのワンツーと同じぐらいの数値というところですね。まあ驚異的なのはこのワンツー、翼くん490ワンツーつけることができるんですけど、460,000ですよ。460,000って言ったら、これは破格なわけですよね。美咲くんとかでワンツー使って380,000ぐらい出してて、まあそれでも十分ご了承できてると思うんですけど、460,000はディフェンダー含めてなかなか取れないんじゃないかなといったような数値になっております。そしてタックルが310,000、パスカットが328,000ということで、まあ読み勝ちの補正ありでも見ていきますと、タックルが379,000、パスカット390,000ということで、まあ一応タックルパスカットに関しても読み勝てば取れそうな数値出てますね。パスカットにおいては、まあベルトとかもしっかり止めれるような数値になっております。まあただナトレーザーの全力全開中のドリブルとか、まあ、全力全開なしでもちょっと、止まらない可能性があるぐらいの数値ですかね。まあただかなり高いと思います。そして何も乗らなかった場合、まあ実際は何かしら乗るんですけども、渾身の力がまあ削れてしまったという状況だったとしても、ドリブルが360,000で、パス360,000で、ワンツー使ってあげると430,000なんで、まあこの430,000っていう数値もめちゃくちゃ高いですから、まあワンツーに関しては基本的にはまあ DMF とかだとよっぽど取れないんじゃないかなと思います。タックルが290,000、パスカットが300,000ということで、まあ、スタミナが削れてきてもですね、読み勝ちの補正ありで見ていくと、まあ、タックルが357,000、パスカット370,000ということで、パスカット側は読み勝ったら取れそうかなと思います。タックルに関しては、まあ、相手ドリブル強いナツレーザーとか、まあ、そういうキャラクターだった場合は、まあ、ちょっと厳しいのかなといったところですかね。まあ、単純に、まあ、翼くんだけで見てもらったらわかるんですけど、ね、パスカットの値、まあ、渾身の力初段で390,000出てるって言っても、翼くん読み負けてワンツーしてもですね、スタミナがほぼなかったとしても430,000という数字なんで、まあ、ご了承ちゃうということなんですよね。まあ、なんでそういったOMF とか DMF に関してはよっぽどご了承ができるんじゃないかなと思われます。そして気になるシュートなんですけども、渾身の力初段ですね、まあ、こちらで打ってあげると地上シュートが一番強くて598,000という数値になってます。まあ、これナットレーザー超えですね。ナットレーザー超えの、ね、シュート値出すことができます。で、
今週の力削れても56万3000なんで、若林とかこの辺抜ける数値になってます。まあ、なんでいつ打っても多分若林をから優勢取ることができるのかなと思われます。浮き止め打ってあげても結構強くて、アルティメットとかだと57万3000という数値ですね。高浮きはそこまで威力上がってこないので、まあ高いですけど、三崎くんのハイスピーよりも下がる数値にはなるので、まあ高浮き移植したりとか、まあそんなにしなくてもいいのかなと思われます。まあ地上シュートあればといったところですかね。エレギュラーの翼くんと比較してみましょう。まずドリブル見ていきますけども、ドリブル一番高いの今回の翼くん、今週の力初段で38万7000、次に来てるのが海外キラーの周年翼ですね。こちらが37万9000、今回の翼くんは36万4000、今週の力が乗ってなくても36万4000ということで、周年の翼の海外キラーなしの数値はしっかり超えてますね。まあ、なんでドリブルかなり高いかなと思います。シュート見ていきましょう。地上シュートですけども、まあ、59万8000ということで、まあ、かなり高いですね。で、まあ、一番一応今回560力全員につけてるんですけども、超フェスの翼とかが、まあ、次に、まあ、キーパーに届く値としては一番高くて、まあ、これで42万ということなんで、まあ、10万以上上がっているというところですかね。まあ、59万8000という数値は今、まあ、ナトリーザを超えて一番高いところまで来てるんで、シューターの中では一番強いのかなと思われます。続きましてパス見ていきましょう。フライングドライブパスで取っておりますけども、今週の力初段で38万9000、海外キラーの翼くんが34万という数値になってます。まあ、なんで非常に高いですね。タックルパスカット見ていきましょう。タックルに関しては読み勝ちと海外キラー乗った時の調整きた翼くんが32万5000、マッチアップマスター単体乗らないので、まあ、今回の翼くんの渾身の力初段で31万2000、日本キラーの、バルサの翼くんですね、こちらが30万というところで、まあ、一応、かなりタックル値は高い方の翼になってますよというところです。パスカットも見ていきましょう。パスカットは渾身の力初段で一番高いですね。次に来てるのも今回の翼くんなんで30万9000ということで、パスカットは一番できる翼くんになっております。一応キャプテンシーが海外キラー乗って30万ぐらいというところでしたね。この前のフェス、超フェスとかと比べると、まあ、守備も、ベースとして高くて、でオフェンスも群を抜いて高いですから、完全に前の超フェス翼くんよりはステータスは圧倒的に高いというふうに言えるかなと思います。まあ、ただチャンメがなかったりとか、まあ、その移動距離がなかったり危機回避がなかったりするんで、まあ、潜在スキルの使い勝手だけで言うと前の翼くんももちろん使いやすいのかなというふうには思われますが、まあ、今回の翼くんは今のところはマッチアップしてもワンツーでかなりゴリ押しができるというところで、まあ、ステータス的には非常に困らないというか、いいキャラなんじゃないかなと思われます。超フェスと比較してみましょう。ミサキ、ナッツレーザーですね。この辺と比較してみていきましょう。ドリブルの値なんですけども、ナッツは404,000、全力全開中で404,000ですね。翼くんは今週の力初段で387,000、ナッツレーザー全力全開なしで38万、でミサキくんは357,000なので、翼くんはいつでもミサキのドリブル値は超えているというところになりますね。地上シュートで比較していきましょう。今週の力初段の翼くんが59万8000、全力全開とキャッチキラーが乗った時のナッツレーザーが578,000なんで、まあ、ナッツ超えというところになります。渾身の力削れてても、56万3000が、最低値というところなんで、まあ、ナッツレーザーのキャッチキラーと全力全開の値と近いところっていうのは、まあ、十二分に出るのかなと思われます。三崎くんは地上シュートを打ってあげると53万5000という形なので、まあ、同じ力属性のシューターというところを考えると、まあ、翼くんはかなり高いということがわかるかなと思います。まあ、若林がだいたい地上シュートの日本人の地上シュートに対して54、5万ぐらいですかね、まあ、出してくるので、まあ、それを考えると翼くんはかなり上回れる可能性が高いんじゃないかなと思います。まあ、驚異的なのは翼くんのワンツーの数字なんですけども、まあ、今回すべてワンツーのあたりで取っております。パスの比較ですね。翼くんは渾身の力初段で461,000、渾身の力乗ってなくても43万ということで、まあ、40万しかも中盤を超えて後半に差し掛かっているという数値はこれかなり衝撃的ですね。そして三崎くんが386,000で、全力全開のナットが384,000、まあ、これでも十分高かったんですよ。ご利用しかなりできると、DMF とか OMF に対してご利用しできるっていう数字なんですけど、まあ、それ超えてきましたねというところですかね。まあ、ナトレーザーの40万のドリブルとかも相当止めれなかったかなと思うんですけど、まあ、その辺もはるかに超えてきたという形です。守備も比較してみましょう。全力全開中のナトゥが32万のタックル、
今週の力商談の翼くんが312,000、美咲くんバイタルで308,000ということで、まあ、この辺はあんまり変わらないというところですかね。まあ、ナトゥレーザ何者なくて30万というところを考えると、翼くんは、まあ、商談に関しては一番高く出やすいのかなと思われます。パスカットを見ていきましょう。パスカットは翼くん一番高くて328,000、ナトゥレーザが全力中で309,000、美咲くんは308,000ですね。バイタルにいて308,000なので、まあ、その辺よりも翼くんは最大値は高いというところになってます。まあ攻守ともに、まあ、直近出た超フェスを、まあ、かなり超えてきたと言ってもいいんじゃないかなと思われます。シューターとキーパーのランキング見ながらやっていきましょう。今週の力初段の翼くん598,000が最大値になっております。で、まあ、この上にいるのが、セーフティーゾーンが乗った時の若林ということになるんで、まあ、翼くんがですね今のところ一番キーパーとシューター含めて強いキャラクターということになりました。ナトゥレーザは全力全開とキャッチキラーで578,000、そして海外キラーとシュートキラー両方乗った時の若林が560,000、対翼くんっていうところで言うと、シュートキラーのみなので547,000ですね。それに対して翼くん初段だと590,000出してきちゃうんで、かなり数値差が出るかなと思います。ヘルナンデスとかで言うと526,000ですね。これでもかなり高いんですけども、翼くんの初段のシュート、まあ、初段じゃなくても入っちゃいますね。翼くんは今週の力が乗ってなくても560,000という数値を出してくるんで、まあ、ヘルナンデス若林っていうところは普通に上回ってきたというような選手になっております。まあ、早速キーパーをガンガン抜けるキャラクターっていうのが、まあ、直近で投入されてきているというところなんですかね。まあ、翼くん移動距離がないんで、まあ、そのなかなか中盤からですね進んでいくってことが大変かなと思うんですけど、まあ、ワンツーの威力が半端ないので、ワンツーゴリ押しワンツーゴリ押しっていうので2回ぐらい進んであげると、まあ、一応シュートまでたどり着けるのかなといったところです。まあ、スタミナ消費量減少マイナス 30% も結構効くのかなと思うんで、全力中とかだった場合はゴリゴリ、まあ、行ってシュートして、1点決めてくるということができる翼くんになってんじゃないかなと思われます。続きまして、井川隼人くん見ていきましょう。技属性のディフェンダーですね。バトルパスでもらえるキャラクターになってます。まあ、もらえるって言ったらですね買わなきゃいけないんですけども、バトルパスを買うとランクマすればもらえるというところになります。メイン技サイレントタックルの S455 威力、オーバーテックカットの S470 威力、豪快なクロスの S425 威力がついてます。タックルパスカットすべて最大技になってるので、まあ、ブロックとかをつけてあげれるといいのかなと思われます。特技はステルスディフェンスの S、 フィールドでのディフェンス時自分のアイコンが点滅し相手から見つかりにくくなる。まあ、これ自体はまあ強いっちゃ強いのかなと思います。チームスキア超団結技2本&5人以上の 25%、 そして絆ですけども、日本選手が4人以上いると全員のパラメータプラス 7% ということで、まあ、7% がもうかなりガガガンって出てきましたね。日本選手キラー日本選手に対してパラメータプラス 20%、そして根性スタミナが1乗あれば必殺技を通常の威力で使用できるというものになってます。まあ、絆要因としても使えそうですね。4突で見ていきましょう。フィジカル 10%、チームスキ75、バフ60で見ていきます。スタミナが1189ですね。シュート以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますけども、まず何も乗らない場合ですね。ディフェンス見ていきましょう。まあ、海外選手マッチってところなんですけど、タックルが323,000、ブロック343,000、パスカット330,000ですね。読み勝ちの補正ありで見ていきますと、タックルが390,000でパスカット400,000ということで、まあ、370,000を読み勝って超えてきてるんで、基本的に読み勝てば取るかなと思います。で、まあ、今回技属性っていうこともあって、ナトゥレーザ全力全開中だったとしても読み勝てばしっかり取れるかなというような数値になってます。そして日本キラー 20% 乗ってきた場合ですけども、タックルが360,000、ブロック386,000、パスカット373,000なんで、これかなり強いですね。まあ、ディフェンダーとかで言うと三杉くんとか、まあ、パスカットすると370,000なんですけど、まあ、その数値と同じぐらい出てますし、この前技属性で来た石崎くんいると思うんですけど、ブロックすると380,000ぐらいなんですけど、その数値も日本選手相手には出ているというところですね。タックルの値も全然悪くないかなと思います。で、読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルが440,000、ブロック460,000、パスカットが452,000、
あのブロックに関してはやっぱり止まらないですね。その翼とか岬ナトレーザーこの辺に打たれちゃうと止まらないのかなと思います。タックルパスカットは読み勝ったら基本的には止まると思うんですけども、あの岬でも止まりますね、ナトレーザーも止まります。ただ翼くんのワンツーはこれ足りてないですね。翼くん46万初段でしたし、技属性なんで属性不利にもなっちゃいますから、翼くんのワンツーは止まらないですね。井川くんこれかなり数字高いと思いますよ。高いと思うんですけど、まあ、その数値だったとしても止まらないので、まあ、37万の読み勝ちで45万出してて、それで翼くん止めれないですから、見すぎくんとか止めれないと思いますね。見すぎとか直近来た伊勢崎とか、まあ、この辺翼のワンツー止まんないと思いますし、誰だろうな、まあ、そのジェンティーレとかもあの強いと思うんですけど、パスカットはちょっと懸念だったと思うんですよね、まあ、そういうところは止まんないと思いますし、あの止まるキャラ逆にいるんかなっていう感じぐらいですかね、もう現状で言うと。他の井川くんと比較してみましょう。タックル見ていきます。日本キラー乗ってきて36万、乗らなくて32万、まあこれで一番高くなってますね。シュートキラーとか覗いて見ていくと、海外キラー乗った時の井川くんですね、まあこちらが28万4000なんで、まあこの辺はかなり高くなっております。ブロック見ていきましょう。日本キラー乗って38万6000で一番高いですね。何も乗らなくても34万3000で一番高くなってます。まあシュートキラ系のキャラクターを含めても一番高いんで、ブロックも強いですね。パスカット見ていきます。パスカットも37万3000、そして何もなくて33万ということで、まあ、歴代井川くんの中では一番高くなっております。まあ、単純にあの歴代の井川隼人くんの中で一番強いキャラクターがバトルパスでポンって出てきましたよという形になります。で結構強かったんで、前のバトルパスの赤井くんっていうところと、まあ、あとは最近来た石崎くんですね、踏ん張りの石崎くん、まあ、この辺と比較してみたいと思います。タックル見ていきましょう。日本キラー乗った井川くんが36万でこの中で一番高いですね。直近来た石崎は33万ですね。で赤井くんは最大値で33万6千なんで、まあ、この辺あのぐんと超えて高いかなというところです。まあ、ただ井川くん日本キラーが乗らないと32万3千なので、まあ、石崎を少し下回るというところになります。ブロック見ていきましょう。ブロックはシュートキラーまで含めて石崎が41万で一番高いですね。その次に井川隼人くんが38万6千、石崎何も乗らなくて38万6千ということ、まあ、この辺が同じって感じですね。井川くん何も乗らなくて34万3千、赤井くんは最大値で36万9千という数値です。まあ、日本キラー乗った時はまあ、ガチャさんというか、あのガチャ回して取るようなキャラクターと同じぐらいのステータスが出ますねというとこですかね。パスカット見ていきましょう。日本キラー乗って37万3千で、まあ、一番高いですね。石崎くん普段の数字34万なので、まあ、井川くんの方が強いですよという形になります。赤井くんは最大値で34万1千、井川くん何も乗らなくて33万というところで、まあ少なくとも赤井くんよりはだいぶ使いやすいんじゃないですかね、この井川に関しては。でステータスも高いんでやりやすいんじゃないかなと思います。まあ石崎くんは踏ん張りがあるんで、まあそういった意味での有用性はあるかなと思うんですけど、タックルパスカットにおいては日本選手相手だと石崎よりも全然井川の方が上といった形になってます。まあその井川であの翼止まらないんで、まあ、あの石崎も止まらないですねというところで、まあ、翼くんめちゃくちゃ強そうだなという形になっております。はい、というところで、まあ、今回フェス翼くん、そしてバトルパス井川くん見ていきました。いかがでしたでしょうか。あの、まあ、まず井川くんから言うと、あのバトルパスでまあ40個でしたっけ、まあそんぐらいでゲットできるっていうことを考えると、まあ結構強い有用なキャラなんじゃないかなと思われます。まあ 7% の絆もあるんで、まあ取っといてもいいのかなというふうにちょっと思いました。で翼くんはめちゃくちゃやっぱ強いっすね。でまあ直近出たっていうか、もう先月ですよね、先月出たあの超フェスですよね、まあ、こちらを優にあの超えてくるような選手っていうのがポンと出てきましたんで、まあそのまあマガジンコラボみたいなところで、まあそういったブーストもあったんかもしれないですけども、まあ今後このレベルのフェスが続いてくるのか、ドリコレとかが続いてくるのかっていうところがちょっと、まあ気になるところかなという感じですかね。まあ若林ヘルナンデスに関しては、翼くんにシュート打たれると、まああの、だいぶ厳しいといった形かなと思われます。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。